産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、桜井亮介です。渡辺さと子です。今回は器も食べられるとろーりほうれん草ラザニアを作ります。この餃子の皮がポイントなんですよね。はい。2月の食材は藤沢産のほうれん草を使います。生産者はご覧の方々です。今回はボリューム満点なラザニアです。材料1人前はご覧の通りとなります。さあ、ラザニアというと普通使うのはパスタなんですが、今回は餃子の皮を使っていくんですね。はい。そして餃子の皮を使って食べられる器を作っていきます。はい。それをこの器で形作っていくんですね。はい。サラダ油を塗った器ですが、重なるようにですね。はい、重なるように並べていきます。ラザニアのソースを作っていきます。はい。トマト缶を入れたお鍋にバジルとオレガノ、そしてコンソメですね。はい。中火で10分煮詰めていきます。塩コショウを加え味を整えます。ほうれん草を1分茹で上げ、茎と葉の部分に切り分けておきます。玉ねぎとニンニクはみじん切りにしておきます。玉ねぎを炒めていきます。はい。まずバターですね。ニンニク入れます。では玉ねぎを入れます。ここに先ほど茹でたほうれん草の茎の部分を入れるんですね。はい。ソースを完成させていきます。はい。では先ほど煮込んだトマトソースに生クリームですね。はい、はい、入れます。ひと煮立ちするまで煮詰めます。はい。塩コショウで味を整え、炒めた具材を加えます。これが先ほどオーブンで焼いた皮ですが、結構しっかり固くなりましたね。はい。これにソースを盛り付けていくんですね。はい、はい、まず一番下にほうれん草の葉を 3,4 枚ほど広げていきます。はい。その上にソースを広げていきます。ソースの上に餃子の皮を引いていきます。はい。その上にほうれん草、トマトソースを、さらにもう一度餃子の皮、ほうれん草を乗せていきます。チーズをたっぷり乗せていきます。これで190度のオーブンで30分焼き上げていきます。はい、焼き上がりましたね。はい。器の部分もこんがり焼けましたね。はい。最後にパセリを乗せてください。これで器も食べられるとろーりほうれん草ラザニアの完成です。男子料理手が込んでますね。こんなの作ってもらえたら嬉しい。熱々のうちにお召し上がりください。